バンブーです。今日はフロストパンクやっていきたいと思います。前回物資が全然足りず何もうまくいかないまま最終的には処刑されてしまったんですけれども、今リベンジしております。で、なんでこんなに街が出来上がってるのかっていうと、まあやったんですよ、やり直してるんですよ最初から。で、動画撮ってるつもりが撮れてなくって、もうだいぶ進んだ状態からスタートしてます。現在21日目が始まったところですね。前回と違う点というか、今回工夫してる点なんですけれども、基本的に民家を中心に置いて人が住むところはあったかくしようっていう作戦ですね。と、あと早い段階で研究を進めていって、まあ、この研究所がですね、今4つ立ってますね。かなりハイペースで研究を進めてます。あと病院もめちゃくちゃ序盤から立ててるんで、今この下のところに前回出てたあの十字のマークが出てない感じにはなってます。と、あとリソース不足が、前回のプレイでは目立ってたので、まあ、こんな感じでもうがっつりもうかなり序盤の方からこれを立ててってます。なんで多分前回見たことない数字になってます。前回800とかそんなたまんなかったからね、もうなんかほぼゼロみたいな状態で進んでたんで、まあ、前回と違ってだいぶ資源にゆとりが出てきました。と、あと序盤の方のマイナス20度の頃はジェネレーター切っててもそんな寒くなかったみたいで、ずっと止めてました。マイナス40度になった時と、まあ、今みたいにマイナス60度とかになってる時はオンしてるっていう感じですね。それと前回建てれてなかった前哨基地っていうのを建てました。で、前哨基地は、まあ、今炭鉱に置いていて、まあ、ここからなんか1日おきに800石炭が来るらしい。最近置いたからまだ来てないから分かんないけど。で、今探検隊は物資を持って人を連れて帰ってるところです。で、今はなんかたまたま人連れて帰らなきゃいけないシチュエーションだったんで連れて帰ってきてるんですけど、基本的にはもう各々で町の方角だけ教えて勝手に帰ってってもらうっていうスタイルでやってました。まあ、ただそれでも人が欠けたりとかっていうのはなかったんで、別に護衛する必要はないのかなっていうか、ただただ無駄なのかなって感じですね。で、技術ツリーを見ても、まあ、前回と比べ物にならないぐらいに研究が進んでます。まあ、今回やってみて前回どんだけ効率の悪いプレイをしていたんだっていうぐらいに全然違う感じになってます。まあ、本当はね20日目までの動画をアップするつもりでしたが、最初に言った通り録画が一切できてなかったんで、今回はこんな説明だけで済まさせていただきます。ということで、21日目からスタートしていきます。で、多分ここ今寒いんだよね。あ、でも大丈夫だね、動いてるね。動いてるんだったら暖房はしない。こうやって動かなくなっちゃった時だけヒーターをオンする。で、これはなんで今止まってんの。備蓄の上限に達しました。マジで最短期炭か。じゃあ炭の備蓄量増やすか。なんだこれ、獅子の喪失。ああ、なんか前もあったな。どんまい、義士が今あるから大丈夫だよ。あれ、ヒーターオンしても動かないのこれ。マジで。じゃあヒーター止めるわ。無駄だわ。となると、あれか、ヒーターの研究するか。あ、やべ、プロパガンダセンター忘れてた。あ、人々絶望させちゃった。警備員送るわ。頼んだわ。よしよし、帰ってきた。洞窟かアメリカ人キャンプか。確か洞窟に人いたよな。で、今はもう何よりも人が足りないんだよね。なんだ、長時間労働。住民は疲れ果てています。彼らの一部は何日もの間長時間労働に取り組んでいます。彼らは努力の代償として全く休みを取れていません。彼らは休んで当然です。彼らに仕事を強いる。すまんな、生き残るためだ。で、ほら、研究所が4つあるからめっちゃ研究早いんだよね。もうグーンだよ、グーン。ほら、あ、ヒーターの効率強化できる。まあいいや、とりあえず目的で、今回、そうだ、目的も秩序と法律みたいな方に進みました。まあ前回やってなかったんでね。で、まあ案の定弾圧しまくってる感じでやっててますね。で、最後の今、新しい秩序とかいうのを取るところになりましたね。これは、新しい秩序の導入により、疑いのあるものは全て裏切り者として扱われます。服従は最高の美徳であり、
それがなければ都市は生き残ることはできません。従わないものは全て退けられます。希望が再び問題になることはありません。あー、はいはいはい、同じなんだね。なるほどね。はい。あー、やっぱりね、文句言ってくんだね。はい、署名しまーす。どんまい。希望ゲージとかめんどくさいんだわ。お、始まったね、ムービー。あ、旗が。我らは選ばれし者、最後に生き残る者、勝利する者だ。いいね。変化の夜。あ、みんなもう目が死んでる。目が死んでますよ。もうやらなきゃならないよ、これは。あ、住民の8人が死亡。まあ、そりゃそっか。そんなことが起きりゃ死人も出るわ。あ、そうだ。で、工場が建てれるようになったから、工場建てたいんだ。建てる場所だんだんなくなってきたな。あ、フロストランド。まあ、一回慎重になりましょう。人が来るのは助かる。で、鉄がないんだよな。でも、鉄ってもう製鉄所しかないから、難しいところだね。おお、だいぶ温まってんな。スチームレベルこんなにいらないんじゃないか。1で良さそうだな。なんだ？敬意の教育。市長、市民の一人が、警備隊に適切な敬意を払いませんでした。彼らはそのような傲慢を処罰せずにはいられませんでした。市民は彼らから教育を受け、今は怪我の治療を受けています。警備員を称賛しよう。不満を増やしてもしょうがない。で、オートマトン。一個作ろうか。寒い家。いや、しゃあないでしょ。対処しません。鉄が全然ないんだよな。人、こっちに足すか。なんだ？これでおしまいだ。敵には容赦しません。裏切り者は恐怖に震えるといい。この印は悪しき者を、心を恐怖で打つだろう。何これ。今何のイベント？ちょっと待って。あ、あ、このプロパガンダセンターか。プロパガンダ放送しとくか。で、ちょっと炭が多くなってきてるから、オートマトン一回オフにして、オートマトンを鉄のところで働かせよう。で、余った人はこの石炭の山を拾う。お、来た、フロストランド。まあ、全員歓迎しますよ。診療所建てよう。と、あと家だな。なんだ？私たちの中の裏切り者。市長、技術者の一人が嘘を広め、あなたを暴政だと非難しています。彼の歴史の翻訳は、労働者や技術者に人気で、これが彼を一層危険なものにしています。不満も今そんなないから、放っておけ。彼に怪我してもらった方が困る。あ、なぜ何もしてくれないのって言われちゃった。お、フロストランドから第二の波。で、この辺からはもう健康なもののみ受け入れていく。病人はもう増やせない。そろそろ多分食料問題が出てくるな。狩猟小屋、建てるか。どうせ食料後で取れなくなるから、その辺はちゃんとしとかないといけないんだよな。あ、裏切り者死んだ。それが反逆の代償だ。な。なとか言って。いや、今回だいぶ良いのではないか。あ、安定感半端ねえもん。第3波。はい、健康なもののみ受け入れ。何かが迫っている。はい、わかりましたよ。最初すんげえ寒いやつでしょ。研究で、ビーコン立体レンズ。お、嵐の準備。科学者たちは自分の目が信じられず、2度3度にわたって計算結果を見返しました。嵐の最も強い風により、気温は我々が体験したことのないほど急激に下がると見られています。狩りは不可能になります。温室の植物も凍りつくでしょう。街の外にいる誰もが凍死するでしょう。もし住居を温めなければ我々もそうなるでしょう。備えなければなりません。なるほどね。前もって知ってるよってことか。
アイスクレパスから生存者。なんだこれ。待って、食料2022を集めるって、ちょっと無謀なこと言ってんな。でも狩猟小屋建てていかないとダメだね、そうなると。まあ、4箇所建てるか。と、調理場か。調理場もないと結局ダメだな。調理場も2個建てるか。でも木材とかは作る意味ないのかもな。人が、あ、でも人余ってっか、もしかして。全然いねえな。どうすっかな。何がいらない？でももう取捨選択していかないとダメだよね。まず工場の人はもういらんだろう。一回ちょっと炭集めんのやめてもらうか。で、狩猟の施設に人ガンガン突っ込んで、いや、寒くなってきたな。で、子供たちに調理場お願いしよう。あ、まだまだ子供たちいるな。で、寒くて動かなくなってるところは動かす。今はまだ動かすよ。食料が集まらんな。みんな飢え死にしてしまう。なんか暇そうなやつら多いんだよな。子供か。ちょっと待てよ。となると、子供が多いんだったら、労働者が働いてるところを、全部子供に任せよう。で、狩猟場を、狩猟小屋をまだ作らないとダメだ。オッケーオッケー。これでなんとかなるか。資材貯蔵庫も建てて、労働者余ってないか？どっかで。はい、なんだ？過去を追い出せ。プロパガンダセンターは市民誰もが過去を忘れ、希望を未来に向けさせるため、古い秩序を燃やす象徴的な炎を作りました。ああ、これ、教祖様プレイの時もあったね。よろしい。ああ、家建てなきゃ。もう家建てるとこなくなっちゃったな。あ、ちょっと寒さ和らいだ。よし、いいぞ。この辺は一回切ろう。よし、ジェネレーター強化いったね。そしたら、住宅断熱しよう。あ、医療用断熱の方がいいかな。とりあえず住宅断熱だな。あ、やべ、労働放送灯忘れてた。どうでもいいんだよ、そんな。もうこれやる必要ねえな、法律は。無駄に不満あげるわ。はい。職場での祈り。無理にでも働いてくれ。祈ってる場合じゃねえよ。神は助けてくんねえよ。いや、食料もいいペースで集まってきたね。おお、また温度下がってきた。なんだこれ。群衆を分散させらわ。今夜ラッシュだな。食料は。あ、よし、ジェネレーター準備よし。やることやったんじゃないか？何、ジェネレーター安全装置。まあ、この辺やっとくか。で、変なところにいる労働者は、いいね。もうみんな狩猟場行ってるね。働くんだみんな。飯を持ってこい。うわぁマイナス80度になりました。さすがに、オンしないとダメか。そりゃそうだよな。あ、調理場もダメなのか。調理場が動かん。スチームハブだな。頼む、間に合え。よし、スチームハブ。ここ。と、あとここ。頼む。24時間働いてくれ。やべ、めっちゃ不満が。すげえ不満が。ありがとう。ありがとう。プロパガンダセンターに頼むか、あとは。機能していません。なんで、詰め所ももうダメだ。食料が若干足りなさそうだな。いや、来てしまった。あー、出た。嵐の襲撃。いやー、もう今回は生き残れるんじゃないかな。必ずね。はい、というところで。嵐の襲撃一歩手前で今回は終わりにしたいと思います。まあ、前回と違ってかなり準備できてるから、まあ、今回はいけると思いますね。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。